関西電力黒部専用鉄道、欅平上部駅の時刻表と、黒部ルート路線図黒部ルートは、黒部峡国鉄道本線欅平駅から、関西電力黒部川第4発電所を経て、黒部ダムに至る、関西電力の物資輸送ルートの総称。2018年時点、原則として、関西電力関係者以外は通行できないが、関西電力が主催し、 富山県が協賛する黒ベルート見学会に応募し当選すれば通行することが可能である。公募による見学会として1996年から実施し、平日限定で無料だったが、富山県と関西電力が協議し、2018年10月17日に黒ベルートの一般開放、旅行商品化に関する協定を締結した。この協定により、 2019年から2023年までは有料となり、土曜、休日も受け入れる予定。また、関西電力が2023年度末までに安全対策工事を終え、同年度で工房を終了するとともに、富山県と提携する旅行会社が2024年度から6月から10月までの期間内に原則として8000人、条件が整った年には、 最大1万人を受け入れる計画となっている。なお、黒部ルートの内上部軌道の1000人国から黒部トンネルを経て黒部ダムまでの区間は大町ルートと共に黒4関連施設の建設工事のために開通したもの。大町ルートは立山黒部アルペンルートの一部として一般開放されている。北陸新幹線開業後の新たな観光資源として2015年から 黒部峡谷パノラマ展望ツアー。お、富山県、黒部市、関西電力、黒部峡谷鉄道、黒部、うなずき観光局が共同で実施している。前述の黒部ルート見学会とは異なり、黒部峡谷鉄道本線と黒部ルートの、欅ヤキ大螺上部駅を往復するツアーとなっている。ツアーの詳細は、黒部峡谷パノラマ展望ツアー公式サイトを参照。 なお、黒部峡谷パノラマ展望ツアーは、黒部ルート見学会とは、以下の点でも異なっている。ありがとうございます。